ういうところにあるんですね。不安だけど。本当にあるのか。そうっすね。いや、10年前の便とかじゃないですか。いや、まさか。ああ、そうっすね。確かに。大きい道の駅ですね。そうっすね。なんか、すごい綺麗な。海の見える。あ、海が近いのか。そうっすね。もう前の軽トラも左か。そっかそっか。ゆっくり行けた。そうっすね。雨ですし。ゆっくり行きましょう。よ、でもあと13分とかっすね。あ、じゃあもう済むんじゃないですか。済むっす。予想以上に山奥入ってきますね。なんだろう、ハンバーガーショップのハの字も想像つかないような。あるんでしょうかね。信じるしかないですが、あるのかな。食堂はありますね。やってないですけど。お、また太陽発電。お、あと5分だ。あと5分で着くのは嬉しいんですけど、5分くらいじゃこののどかな風景変わんないですよね。変わんないそうですよね。川はありますね。ああ、鴨川、そっか。どうなんですか、見たことはないですね。でも千葉は鴨川っすよね。うん。お、もしかして道の駅があってそこの中にあるのかな。うん、そんな気がしてきました。それならありそうっすよね。うん。そっか、道の駅、やっぱゴールが道の駅っぽいですもんね。ってことは、お、バイクも止まってるし。あ、結構いるバイクの人。いますね。ね。お、しかも V ストローム、同じバイクがある。隣に止めよう。色違いっす。よいしょ。よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ。はい、到着でーす。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。いやー。これはいい絵面じゃないですか。いや、これなんかありますよ、これ。いいっすね、これいい。素晴らしい。よし、お願いします。はい、行きましょう。よいしょ。はい、うわ、左かな。左です。お、晴れてる晴れてる。いや、よかったですね。いや、よかったっす。
そうっすね。でしょ。ありますよ。うん。美味しかったですね、あれ。ハンバーガー。うん。なんか本当にステーキっぽい感じでしたね。肉厚だから。うん。そうっすね。最初なんか食べきれるかなって、あのハンバーガー見る前は思ってましたけど。まあ、それほどではなかった。そうっすね。うん。食べれましたね。まだお腹空いてますもん。うん。だから2つ食べたら動けなかった。いや、やばいっすね、それは。それはやばいっす。どこだ？あ、これか？そんな急言われてもな。困っちゃうな。あ、まあ、いけそうっすね。うん。いけますね。ここだな。グリーンラインっていうところに入るんですね。ああ。案外、走るところいっぱいありますね、千葉県は。そうですね。うん、やっぱ、道が広いからですかね。ねえ。また見通しの良い。これはいい。すごいな。三重県に行った時もなんかこんな感じだった気がしますけど。本当ですか。うん。でも三重県行ったんですね。三重県っぽいな。え、三重バイクで三重県ですか。そうです、バイクで行きました。どれぐらいかかったんですか。5、6時間ですかね。多分3時ぐらいに出発して、そんでどんぐらいだろう、11時とか12時とかですかね。でも結構休憩を途中のなんだ、あのサービスエリアとかで仮眠とかは取ったんで、はい、まあ、その時間抜いたらもう5、6時間ですかね。うん。いや、遠かったっすよ。長いっすね。長いっすね。まあ、暇なんですよね。別に遠くてもいいんですけど。その暇をどう潰すかがやっぱり、まあ、車と違って難しいですもんね、暇を潰すっていうのが。うん、そうなんですよ。あとはまあ一人で行ったんで、はい、会話する相手がいないじゃないですか。そうですね。元ブログ撮ってるっつってもそんな6時間も喋りっぱなしは無理なんで。それは厳しい。厳しいんで。近いな、でもあと23分か。お、それで最南端。そうです。多分、千葉の最南端。なるほど、初めてですね、こんな千葉下ったの。そうですね、私もないですわ、こんな、行ったの。いや、いいな、千葉いいな。大丈夫ですか。はい、耳がね、折りたたまれてます。あ、痛いやつだ、それ。はい、なんとか直したいんですけど、やっぱいかんせん、頭がでかくて、指の入る隙間もない。まあ、まあ、フルフェイスはそうなっちゃいますね。そうダイエットしないとですね。そうですね、ちょっと帰ったら頭蓋骨削っとかないと。で、横と後ろかな、多分。置かないと事態が厳しいですね。そうですね。そうですね。確かにちょっと頭痛くなっちゃうのは過酷だと思うんで。はい。もうヘルメットというもの、ね、慣れがないなんですけど。確かに。小学生ぶりぐらいですね。あの登下校のヘルメット。あ、かぶってました？かぶってました。へえ。でももう妹ぐらいの世代からはもうかぶらなくなったんですけど。はい。まだ私の時かぶってましたね。それはなんかゆとり世代だからっていう感じなんですか。そういうのはあるんですか。かぶってなかったですか。かぶってなかったっす。なんなんですかね。ちょっと危険だったんですかね。ねえ、なんかもう言い方ですけど、田舎の方だとまだかぶってたりしますからね。あー、そっか。あれは総武線。短いですね。短い。違う、内防線、内防線。なんか平和的な速度で走ってますね。そうですね。うん、短いですね。うん。
これさっきの軽トラですかね。あまた会ったまた、また会いましたね。さよなら。ハンバーガー食べてたのもしかしたらお、南房総市入りました。ついに。お、なんか景色いい、もしかして。山ですね。山ですね。しかしでもまあ雄大は雄大ですね。綺麗だな。ここ降りれるんですね。なんか今道ありましたよね。そうですね。ねえ、これね、順路。はい。いや、なんか今看板が出てて、はい、そこに順路って書いてあったんですよね。順路。順路。あの美術館とかでこっちですよってあるじゃないですか、順路。こうやって回ってくださいっていう。ああ、順路か。はい。